平野紫仕様、高級ブランドアンバサダーとして急上昇中。魅力あふれるエンターテイメントスター、広告業界に大注目。日本のエンターテイメント界で輝く新たなスターが現れました。元、キングプリンスのメンバーで、現在、トベに所属する平野仕様が、その存在感をますます高めています。彼の最新のインスタグラム投稿が、 広告業界に大きな注目を浴びています。高級ブランド、ルイ・ヴィトンのアンバサダーに内定したと匂わせた平野仕様について、その経済効果や社会貢献に焦点を当ててみましょう。高級ブランドアンバサダーに内定 2023年9月18日、平野潮は自身のインスタグラムを更新し、高級ブランド、ルイ・ヴィトンのアンバサダーに内定したかのような投稿を行いました。彼は、ルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションで統一したコーディネートを披露し、その中には高額なアイテムも多数含まれていました。 ショートスリーブデニムワークウェアシャツやデニムカーペンターショーツ、モノグラムフラワーストッパーコットンフーディ、S ロックベルチカルウェアラブルウォレットなど、総額で93万円以上にも及ぶ高級ブランドの衣類とアクセサリーを身につけた部屋の投稿は多くのファンから注目を集めました。さらに公式サイトでは一時的にページが見つかりません。 と表示されるアイテムもあり、これは平野の影響力が商品の売り上げに大きな影響を及ぼしていることを示唆しています。平野紫耀がブランドのアンバサダーに就任した場合、そのブランドの商品は一気に注目を浴び、売り上げが急上昇することが予想されます。ファッション誌、L ジャパンで特集記事。 さらに、9月28日に発売されるファッション誌、l ルジャパンでは、平野塩を特別版と題した特集記事が掲載されることが発表されました。この特集記事の予約サイトでは、受付開始と同時にほぼ完売状態となり、平野の人気がいかに高まっているかが伺えます。また、 この特集記事には平野が憧れていたブランドであるルイ・ヴィトンの最新コレクションを着用していることも明らかにされており、これが彼がアンバサダーに就任した可能性が非常に高いことを示唆しています。ファッション業界における平野の存在感はますます際立っており、彼が広告キャンペーンやブランドアンバサダーとして起用されることは十分に考えられます。 エルメスとの関係も匂わせ。平野紫耀は高級ブランドエルメスとの関係についても匂わせを行っています。彼はインスタグラムにエルメスの冬用コートを羽織った姿を公開し、これがエルメスのアンバサダーに就任したことを示唆しています。平野のファッションセンスとスタイルは高級ブランドとのコラボレーションにぴったりであり、 これからも彼と高級ブランドとの関係が一層深まることが期待されます。社会貢献にも貢献。平野仕様は単なるファッションアイコンに止まらず、社会貢献にも大きく貢献しています。彼がインスタグラムで投稿したレモネードの写真が小児眼啓発団体一般社団法人みんなのレモネードの会とのコラボレーションにつながり、 ファミリーマートのみんなのレモネードが大ヒットとなりました。この商品の売り上げの一部は小児がん患者の子供たちを支援するために寄付され、社会的な意義のある活動に平野が貢献したことは賞賛に値します。彼の投稿が社会貢献につながった事例は彼のファンにとっても誇りでしょう。まとめ。 ヒラの仕様は、その魅力的なファッションセンスと社会的な貢献活動を通じて、今や広告業界においても最も注目されるタレントの一人と言えます。彼が高級ブランドのアンバサダーや広告キャンペーンに起用されることは、ブランドにとってもファンにとっても大きな利益をもたらすことでしょう。彼のこれからの活動に、ますます期待が高まります。